春休みお小遣い企画実施中、詳しくは概要欄にて。はい、どうも皆さん、こんにちは。もうすぐ春休みプレゼント企画終わってしまいますが、まだまだ皆様が喜ぶような企画考えております。クラクラチャンネルのけーすけです。ポーということでね、明日から学校だダリーナっていう人にもね、喜んでもらえるような企画、まだまだね、やっていくつもりなので、皆さんね、チャンネル登録とかね、そちらの方よろしくお願いいたします。で、今日は何をお送りするかと言いますと、はい、私、ケイスケ、ただいま、こちらの、ルナさんに遊びに来ております。はい、ルールはこんな形ですね。なので、クランお探しの方はぜひとも入隊してみてはいかがでしょうか。で、今日は何をお送りするかと言いますと、先日、私、ケイスケ、タウンホール9がタウンホール10、ほぼカンスト全開ですね。こちらの動画載せたんですけども、あの時はですね、ネオンさんですね。ネオンさん、タウンホール9カンストの方だったんですけども、なんと今回はこちらのルナさん、でおります、05さんだったかな。05さんがですね、なんと、ヒーローレベル、全然カンストじゃないんですよ。ババキンレベル12の、アチャクイレベル23で、なんとタウンホール10、ほぼカンストを全開したっていうリプレイ。こちらが生まれましたので、今回はそちらのリプレイをご紹介したいなと思います。はい、じゃあね、リプレイ見ていくんですが、ご覧ください。ババキンレベル12のアチャクイレベル23ですよ。ね、俺が言ってたこと、本当だったでしょ？ね、最初言った時ね、おいおい、ケイスケのクセ野郎嘘つくんじゃねって思った人はね、謝ってください。もうね、このレベルでよ。タウンホール中のね、大砲2つがまだ最大レベルじゃなかったんですけども、もう、まあ、ほぼもう、マグマ壁のカンストですよ。カンストと、もうカンストっていうことにしちゃいましょう。こちらに対してですね、前回撮ってくれて、編成としては、ネクヒー編成ですね。外周にネクロマーサー、分隊にね、出していって、で、ヒーラー2体つけていって、で、そして中心部分は、レベルのそんな高くないババキンとアチャクイと、で、ゴーレムボーラーで、軽くえぐるぐらいですね。今回そうですね。まあ、前回取れたポイントとしましては、そこまで中心部分ですね。壊し体制が密集していたわけではないので、そうですね。なので、ゴレボーラーぐらいで、簡単に削るみたいな、そういった感じですよね。で、そして、災害層ですね。ネクヒーです。はい、ウィズトとか怖かったんですけれども、やっぱりね、ヒーラーつけてることによって、ここがね、ネクロマーサーがね、どんどん伸びるんですよ。で、こういう風に外周をね、どんどん削っていくといった流れでございまして、いや、タウンホール中でもさ、銃全開するって難しいじゃん。だけどよ、タウンホール9のこのヒーローレベルで、カンストまで持ってっちゃうってほんとすごいですよね。で、そしてはい、見てください。もうヒーローレベルすごい高いっていうわけではないので、やっぱりね、中の方で死んじゃうんですよ。で、そして両ヒーロー残っちゃってるんですけど、ただこっからネクロマーサーとネクラが生成するスケルトンで、ここはね、意外と勝てるんですね。はい、両ヒーローとも、狩猟を行っていきまして、で、残っている防衛施設はですね、もうね、怖い施設そこまでありません。ウィズ島とかもちょっと怖いかなと思ったんですが、ヒーラーついちゃってるんでね、ここね、生き生きしていって、あとね、災害層にフォーミングがなかったっていうのもかなり大きいですよね。クイヒー対策で結構ね、外側にフォーミング置いたりするっていうことあるんですけども、今回は中の方向にあったので、ヒーラーがね、生き生きしまして、で、ネクロマンサーの射程も生かして、中のウィズ島も壊して、全開ですよ。いやもうこれね、世界新記録なんじゃねえかなと。もうこれよりレベル低くて、で、タウンホール10ほぼ完走全開したリプレイ、生まれんのかなって思いますよね。なので、今回の全開解いたポイント、こちらをね、解説していきましょう。まずはですね、やっぱりポイントとしては、1本目のインフィノタワー、これシングルじゃなかったところ、もうね、これシングルインフィノタワーだったらゴーレムあっという間に溶かされてしまって、で、ターゲットすぐね、レベルの低いババキンとかに向いてしまうので、なのでこれね、シングルじゃないところから、ゴーレムを入れていきます。で、さらにね、ポイントなのが、よくね、ピッチ編成とかで失敗するポイントとしては、中に入れたボーラーが巨爆を踏んでしまってやられてしまうっていうこと、ありますよね。ただね、このルートですね、巨爆が全然なかったんですよ。これによってね、ボーラーですよ。少ないボーラーが、生きていきまして、で、奥のですね、クロスボウとか、そこら辺のね、怖い施設、これをね、壊してくれたっていうのも、かなり大きかったかなと思います。さあ見ていてください。はい、5体ぐらいしかいないボーラーもね、ここまで奥まで届いたっていうのがやっぱりポイントですよね。で、ピッチ編成、理想の形はやっぱり中心部隊で2層目の防衛室たちまでを、削っていく。で、災害層をネクロマーサー、ボーラー部隊とかで削っていくっていうのがピッチ編成の理想的な形なんですけども、もうその形にもうなっちゃってるんですよね。
なのでここでね、もうちょっと、ね、中心部隊は力尽きてしまうんですけども、災害層に残ったネクロ部隊が、外傷を削っていって、で前回まで結びついたという形ですね。そしてポイント3つ目がさっきも言いました、外周にホーミングがなかった、あとは対空砲にね、撃たれることなくヒーラーが最後まで生きた、これがやっぱりポイントになってきます。そうですね、ウィズトとか迫撃砲でタゲ散らし用のスケルトンたちすぐやられてしまうんですけども、あのヒーラーがね、ネクロマンサーについてることによって無限にスケルトンを生成していって、で今ね両ヒーローとも残ってたんですが、それも処理しつつので、範囲攻撃とかもね、あのウィズトですねから攻撃を受けてますが、ヒーラーがねしっかりとネクロマンサー本体を回復したことによって、その射程を生かして、はい、ただいまウィズトを攻撃していって全開といった感じになっております。なのでね、やっぱりこれだけね、ポイントが重なってくると、タウンホール級でもタウンホール10カウント全開取れちゃうんだっていう、もうほんと発見ですよね。だからいかに配置が大事か、これがね皆さん伝わったかなって思います。さあ、そしたらですね、まあこれだけのリプレイだけではあれなので、せっかくなのでタウンホール9序盤のリプレイと、あとはタウンホール8のリプレイ、こちらも見ていきます。あ、これあれかな、さっき、タウンホール10から前回撮ったの053レゴさんっていうものかな、その方のサブアカですかね。ちょっとねこちらの方も見ていきます。もうねタウンホール9、序盤の方はですね、もうホグライダーのレベル、今パワーポーション使っているんですけども、ホグのレベルを上げて、で援軍にゴーレムをもらっての、でホグ大量のゴリホグっていう戦術、ほんと強いので、やってみてください。今回面白かったのがベビドラですね。ベビドラで相手のアチャクにポイズンを落として、でベビドラで相手のアチャクを処理していくっていう、これ結構面白かったですよね。なのでこういう風にですね、ババキンとアチャクイの距離が近ければ、レベルの低いヒーローたちでもね、相手の援軍、そして両ヒーロー処理ですね、こちらを行います。でそしたらですね、あとはもう大量のホグライダーでこういう風にですね、防衛室をガンガン削っていくみたいな感じですね。そうですね、こちらのゴーレムとかで巨爆がね結構かなりの数解除できてるっていうのもかなり大きかったかなと思います。で、そしてですね、あとはヒーリングをね船に使っていって、でレイジもね本当はゴレビズパートに使う予定だったんですかね、ちょっとどうなんでしょう。ヒーリング2つのレイジ1つの編成となっておりまして、ここでホグレイジを使って一気に削っていく、そしてテスラが固めてある場所にヒーリングを落としていって、これだけのホグが残っていって全開ですね。なのでタウンホール9上がりたての方はね、ぜひともこちらの編成、試してみてください。いやでも改めて思うんですけど、タウンホール9って一番タウンホールの育成期間、こう村の育成期間結構時間かかるようなタウンホール隊ですよね。アチャクをレベル1からレベル30まで上げなきゃいけないぞ、結構時間かかりますからね。さあ続いてですね、マイロさんのですね前回リプレイですね。まずはゴーレムを出していって、ターゲットちゃんと集めてからビズで防衛室削っていきます。こういうね、どっからゴーレムを出せばどこの防衛室のターゲット取れるか、これもねちゃんとプランニングの段階で分かってますよね。で、そしてね防衛室を削りつつ、こういう風にやっぱりね、ゴレビズ部隊でちゃんとね援軍処理をしていって、でそしてね、はい、ここウォールブレーカー、ここ壁を開けることによって、やっぱりゴレビズパートでたくさんトラップを解除していく、これもねポイントになってきます。で今回援軍確か使ってないんですよ。なんでホグ18体っていう少ないホグライダーを回していきます。さあ見ていてください、ちゃんとねゴーレム2体の水編成でちゃんとこっちの区画を削っていくことによって、援軍とねトラップ、たくさんトラップがありそうな区画、ここをね削っていきます。で、そしてですね、大体削れたなっていうタイミングでババキンが結構外側にいたので、このババキンをね、自分の、ババキンで処理を行っていって、他の防衛施設のターゲットを取らせていって、その間にホグで削っていく。そうすることによってここのパートですね、ヒーリングね使わなくていいんですよね。ただまあここテスラと、あとトラップとか、出てきそうだったので、ここでヒーリング打っていきます。ただですね、残りホグ9体とかしかいないんですけども、はい見てください、やっぱりゴレビズパートでたくさん防衛室削っている、でさっきのババキンでターゲットを取っているとか、なんかそういったね使い方によってね、全然少ないホグで、全然回し切っていきます。でここもね、ヒーリング使ったホグに大砲がターゲットを取っているのを見て、あの裏ホグのなんかこうホグでターゲット取ってからの裏ホグみたいな、そういった要領ですよね。で最後の区画に対してヒーリングをね落としていってからの、あとはもうこれだけホグが生き残っていれば最後のテスラも壊していって全開と。ということで今回はですね、タウンホール9のこのヒーローレベルでタウンホール10ほぼカウスト全開リプレイと、そしてね他のゴレホグ編成、こちらをご紹介いたしました。いやーまだまだすごい全開リプレイって本当生まれてますからね。
なので皆さんもね、すごい前回リプレイ生まれました。ツイッターの方とかでご連絡していただければ撮影に行きますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、これから毎日ね、クラクラ動画載せていきますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。